お願いします。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 視聴者の皆さん、急にちょっと動画回してますけど、はい、今日はすごい人が来てるよ。どんな方ですか？株式会社、はい、身体機能研究所。お願いします。お願いします。いや、このね、何言って、まあちょっと簡単に説明させてもらってもいいですか？はい、お願いします。はい、僕が YouTube で令和の虎ってあるんですよね。はいはい。なんかキャラが違う。さすがだ、カメラ慣れしとるわ。いや、すごいよ。ほんとは令和の虎って俺見てんだけど、あの佐々木社長ですね。はい、そうです。お名前言って。はい、よろしくお願いします。佐々木です。まあこういう怪しい感じで。怪しい感じで。ほんで、めちゃくちゃ怪しい服を、まあ宣伝じゃなくて実験ですよね。だからお金出してくださいみたいな。まあそうですね、感じの番組ですよね。はい、で結局、まあ、この服がすごいから出資してくださいみたいな番組なわけで、まあ、全力初速出た服があると、はい、で俺それもう見た次の日すぐ見ました。マジですぐ見ました。で2回どうぞです、まあ、YouTube やってますこれ、はい、すごい服ですよねみたいな。でお会いさせてくださいって言って、はい、あれすぐ京都でしたっけ？そうですね、京都にわざわざ来てたんですよ。そうですよね、はい、でコロナでひどい時期だもんね。完璧で待ち合わせちゃった。そうですね、めちゃめちゃ怪しいですよね。僕と佐々木社長と、はい、うちのみどりと3人でカラオケ入ったんですよ。もう〇だ。ピーが入るんですね。そうですよ。で、まあそこでも実際にもうその服をやってまた、まあね、最後にちょっとその本当にすごいからやってもらうから、はい、まあ、マジですごいから、ちょっと俺嘘ついてるって思う人もおるかもしれないけど、はい、本当にすごいから。でお前も後でやったろ。了解です。で俺がやるとなんかちょっと嘘くせえじゃん。でお前と緑がやったらいいじゃない。そうですね、女性の方やってみたら、うん、実際面白い。でちょっと僕話が長すぎるんですけど、いいですか？どうぞどうぞ。お願いします。で、はい、結局、まあ、俺がその最初に あの服、もともとこれがリレーブルな正規の商品ですよね。はい、そうです。あ、僕最初オンラインでネットで注文したんですね、確か。あ、そうだったと思いますね。なんか2枚かなんか入れてもらって、はい、で職人とかもみんなやったの。はい、じゃあそのとこれ俺ももったいぶらしてるけど、視聴者おお、いつもテンションが投げんだよ。これを取り寄せたわけ、俺は。1枚7700円もするから。結構いい値段しますね。すいません、いい値段があるって。7700円で、ズボンもパンツも7000円。パンツも7000円。はい、まあザクッとした流れしかちょっと視聴者の人にやって、ちょっと俺説明が悪いからさ、ちょっと難しいんですけど、はい、まあ大きな流れからこれを寄せて、はい、本当に実験したらなって、はい、その研究をね、はい、あの効果が出て、はい、効果というのはパワーシャツみたいな感じですね。パワーが出るみたいな。そうです、そうです。簡単に言うと、はい、パワーが出る、あのプチスーパーマンになるっていう。そうです、そうです。でこれをただ俺が紹介するこの7700円のと思うシャツを紹介するんじゃなくて、僕ら作らせてくださいって職人向けに。あ、職人向け、はい、ですよね、最初のきっかけが。はい、でそっからが始まりですよ。はい、もう半年間ずっと開発して、ついにプロトタイプ1号ができたんですね。はい、なんかもうみんな怪しいやつみたいな感じになるんだよ。怪しいやつみたいな。で、まあ、これが、まあ、うちの YouTube はちなみにあの本当にさ、ノーリハーサルでやってる。どうですか？ないですよ。いや、分からなくなっちゃった。それだ、それです。あ、これか、これか、これパスですね。これとこれ、これがついにプロトタイプ第1号が仙台から。仙台、おお、今日来たから。で、これ、本当にまだ実験してない、はい、ぶっちゃけ視聴者なので、もういきなり一発撮りでカメラ撮りましょうっていうことで、これやりましょうか。はい、ですね、マジで。はい、なんかもう社長が見すぎる人みたいな感じで、もし言われるんですけど、どっちからいきますか。はい、では こっちから行く、あの、まあ、もともとあったバージョンからいきましょうか。はい、はい、ではですね、あの、はい、今女性のみどりさんにこのものをお伝えするんだと思います。そしてそこをですね、社長に、押してもらうと。ここですね。そうですね、体まっすぐにして耐えてください。これでいいですよね。そうですね、はい、お願いいたします。いいですか？いきますよ。はい、本気で耐えればいいですか？あ、本気で耐えます。本気だぞ、本気だぞ。前行くよ。はい、いいよ。ちょっと肩幅くらいの足で、はい、こんな感じで、はい、お願いします。いいぞ。ちゃんとカメラ回っとる。2個言うか、もうこんなことやるのか、誰かも見えないよ。カメラ見えないよ。いいか、いいか、マジで、1曲よ。ぐーっといくな、腰だけ言わせない。
結構強いよ。結構耐えてましたよ。はい、じゃあこの後ろ向いてやってもらっていいですか。腰は危ないよ。はい、よろしいですか。はい、お願いいたします。後ろ危ないで、はい、ちょっと気をつけて。あ、全然弱い。はい。で、はい、というか、で、はい、すごいですよね。はい、これがね、これが本当にね、じゃあ本当に一緒じゃん。絶対そうでしょ、思うでしょ。いや、これ一番に変わるっていうのは。本当にね、俺ね、何回もやってるんだけど、はい、ありえんことが起こるんだって。だってこの服の上から着るんだぞ。あ、そういうことだ。チョク、別にチョクとかじゃないですか、ね。本当ありえるの。いるぞ。出ないやし。いいぞ。いい？ちゃんと取っとけよ。はい。よくしとけよ。いいぞ。はい。おお、全然違う。マジだ。これすごいですよね。本当だ。本当だ。意味が分かん。いや、本当すごくね。うん、すごい。これも含めてもいやいやだからマジ、いや、身体研究所はこんなんじゃないですからね、皆さんね、違いますからね。いくぞ、はい、いい。あ、もうこっちも全然違う。もう全然違う。すごい動かれてる。この体ってすごい映ってます。いや、これもうさっきももちろん倒れ込んでくるけど、はい、ぐわーっていってるでしょ、これ。安定してますもんね、全然。あ、やっぱり映っててもそう。はい。ちょっと詳しい内容や、このリダイブの仕組みなどは、はい、身体なんとかチャンネル、うん、はい、私たちのところですね。あ、YouTube のチャンネルが、はい、身体体革命チャンネルです。では、概要欄にちょっと貼っておきます。はい、で、まあ、ちょっとチャンネルがボンと出てると思うんですけど、はい、俺、これピンときたのは、はい、なんか服作ってくれとかいろんなこと言われとったけど、はい、なんか儲けんっていうよりも、職人って腰言わしたりとか、そうですね、怪我と肩と、怪我と肩と本当に首を言わしたりとか、だって40代50代もみんなボロボロあるよ、職人って、はい、で、俺これすごいなと思った、うん、で、佐々木社長も本当に言っとったのは、介護とかのために一生懸命作ったみたいなことで、はい、動画でちょっと僕も拝見させてもらっていい、最初に。そうですね、確かに言ってましたよね。入ってました。何言ってました。まあ、体を酷使している方が、はい、やっぱり楽になるようにということで考えてました。はいはい、まあ、それは介護であったりとか、はい、まあ、こういう職人さんであったりとか、はい、運送であったりとか、はい、いろんな方に使ってもらいたいと思います。はい、来ましたね。はい、で、一応ゴルフ用とノーマルバージョンと、ね、はい、がありますので、はい、ぜひそちらも、もう注文するのはオンライン注文ですか。はい、そうですね、ホームページの方から。ホームページで注文で、で、それは、はい、YouTube の概要欄とかに貼ってあるのか。もしちょっとそこ確認して入ってないので、はい、うちの方にもサイトを貼ってきます。はい、トップページをね。はい、で、もともとのあったリライブシャツ、今紹介したノーマルタイプ、はい、ゴルフタイプとかで、はい、上下で7700円で1万5000円ぐらいだけど、はい、今俺らが何やってるかというと、もうちょっとまだちょっと秘密裏に動いてるんですけど、はい、生地とかも、はい、とある本当にね、まあ、有名ブランドとかともコラボしてるような生地とか、はい、もうその15個ぐらい着るからな。そうですね、そこちょっと説明して。10個ぐらいですね。10個ぐらい機能があって、はい、コラボすることによって、うん、さらに職人さんが仕事してる時にも、うん、よく感じられるようなものを、はい、生地から全部生地を、はい、それをオリジナルで作って開発した。で、今そういうことも含めてすごい動いてて、で、もう一つはそのプリント、そのこの技術、この秘密のこの技術だよね、このリライブって書いてある。はい、これも地方に作っとんの。あ、これ全部違うの。そうそうそう。あ、でこれ今日実験しようとしたけど、まあ、今日ちょっと秘密にしようか。まだこれ完成してないから。はい、で、リライブ純正ですごいのに、はい、俺らはもっとさ、職人をどうなるか現場まで来てもらったのね。うん、開発するもうどこにって、じゃあ職人さんがこうやって首をよく上げるんですね、足腰をこうやって上げるんですね、どういうとこが痛いんですかって、はい、もう1日やって、で、これやっとこれが来たんですよね。で、ある程度のところまで来て、はい、で、今度ここからじゃあ俺らは何やろうって言ったら、コストを下げたいんだから、はい、できるだけ安くした。でも今だともう上下1万5千円、3万ぐらいでくらいかかる。だから、まあ、これを今からどれだけ下げてどれだけっていうのは、来年の夏に向けて、はい、4月5月ぐらいの販売に向けて、はい、今動いとるんで、ぜひね、この7700円のこのノーマルの方を買って試してほしい。で、俺らで職人用にいいやつ作って、
これはちょっといくらになるかちょっとまだ今はっきり言えないし、はい、解説書さえちゃうんで、これ案件でも何でもないよ、しょっちゅう案件なのこれって言って、そうですね、結構コメント入ります、こんなことで案件でやるかボケなさい、チコー、よし。これ多かったら半分ぐらいカットされてるんじゃないかな。いやいや、言いたいです。半分以上です。うちの動画いいじゃん。俺文句言ってるとこ何にも映ってないから。むちゃ綺麗になってるやん。まあそんな感じで、はい、これはまあ交互期待。で今日せっかく来てくれたし、YouTube もやってるってことで一本撮りましょうってことで、はい、本当は俺もさ、まだどうなるかわからない話ですよ。でもう何千万っていうお金かけなかった。そう、これからですもんね。そうそうそう、在庫リスクもあるわけじゃん、はい、1万枚とか5千枚とか作ったって、はい、もうこれは開発するんだから、はい、で服も作らなかったんだよ、はい、だからまあ、まあ、もう行くぞっていうのを今日本気で覚悟しましたんで、はい、もうやるぞと、なんであの楽しみにしてください。はい、じゃあちょっと喋りっぱなしに喋ってる、なんか最後にちょっと一言もしあれば。今あの久保井社長からですね、わけのわかんない説明がありましたが、確かに職人さんに向けての愛情はすごいものを感じます、はい、この愛情を受けまして、はい、皆様が本当に喜んでもらえる、はい、そういうものを、開発しておりますので、はい、ぜひご期待ください。以上です。上手にまとめた。そうですね、緊張してんなと思ったけど上手にまとめましたわ。いやでもすごいですよこれ。すごいです。でもまあ絶対変わりますよ。本当にいいものできたら、はい、最高ですもんね。だからもちろん俺は儲けもらうよ、主者の皆さん、はい、だからリスクも生じるし利益も取らなあかんから、うん、しっかりと。だからいいものを作って喜ばれて、はい、でこんなことでね、あの僕らも塗装のお客さんとかに、はい、何のやつがこんなことで買い物ばっかしてんだよって思われてもいいだから、ぜひ本当に買って試して、例えばインスタとかツイッターとかで、はい、喋ってもらったら、ね、いい悪いも含めて、はい、本気の、ね、本気の声を、本当の声を、うん、書いてもらったらいいと思います。はい、あ、お前の時期すみませんか。そうですね。でも、よほど。まあ、じゃあぜひ、はい、まあ、ちょっと もう一人 の, あ の, あのおまけでもう一人のやつも出しておきますんで、はい、ぜひ、あと、あ、別件ですけど、チャンネル登録、いいね、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。いい感じで聞いたよ。力抜いていいですか。首、はい、力ダラーンとしてください。首の後ろにこう手を入れます。首に入れて、全然入れていい、全然持っていい、完了しこの間全然入れて、はい、上げてください。もうほんと力抜いていいよ、向き合ってください。いや、ほんと、おー、起こせ起こせ、なんとかして起こせ。ああ、こういう感じじゃない。もう最後ちょっと言っちゃったけど、もう最後ちょっと優しさが入っちゃったけど、しんどい。やべえ、へいへいって、へいへいって、わからんすね。でもお前疲れたことでこれ効果出てきたんですか。だいぶ疲れたことだろ。だいぶ疲れてますね。2回目って結構きつい。しかもさすがに若干重いじゃん。力抜いてくださいね。はい、いきますね、うん、マジ。嘘でしょ。何これ、嘘でしょ。すんなりわかりました。いや本当に嘘じゃないよ。俺マジで力、ちょっと迎えてったらマジで力抜いてる。いや疲れてるんですよ本当に。嘘でしょ。なんで？すげえ。まあ、偉いは偉いけど。偉いは偉いですけど、上がるんですよ。はい、じゃあ皆さん、おまけがちょっと長かったですけど、皆さん、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。お願いします。またねー。怪しいかな。怪しいんだよ。Yeah.